はいどうも、しゅりゅうでーす。ひろとーす。ゆうめでーす。そして草野球の神道、カイトとゆうさくとターニーです。お願いします。よろしくお願いします。ちゃんと撮影するのは初めてですよね。ありがとうございます。お願いします。はい、本日はグアミティ対決。イエーイ、来ました。というわけでですね、今回はね、ちょっと特殊な論点やります。初コラボにもかかわらず、僕は打たない。打たないです。今回のルール、今回のルールは結構やばいですよ、はい、一番打てない人が打つってルールでいきましょう。1人10本打ちます。1人選出してもらって、はい、10本ずつ打ってもらいます。なるほど。柵越えしなかった数かけるおにぎり1個。なるほど。で、食べる線の人が食べてもらいます。あ、チーム線ね。チーム線。そうそうそう、はい、チーム線。あー、なるほどっすね。はい、打つ人と食べる人が別にいるってことですか。そうそうそう。だってさ、食べる人と打つ人って一番偉いじゃん。食べる人が一番偉い。食べる人と打つ人めちゃめちゃ偉いわ。それだって、ジャイキリのルールですよ。あ、ルールです。俺多分両方備えてるんで偉いんで、ちょっとこれは一歩引くっすよ。あー、なるほど。ちょっと今回はなんで、食べれない人が食べる、打てない人が打つ。今日はあのいつもはスポット当たらない人が当たるっていう、今日、はい、そういう回で。ドンキーとしてね。いや、翔平が出るまででもないでしょ、神。結構煽ってくるから。なんで僕らは、こいつが食うんで。食います。あー、なるほどですね。で、彼が一番飛ばないんで、そうそう、彼が柵越えするようにあの狙ってるんですけど、はい、しなかったらマジで多分10個全部食う。10個全部食うっていう。はい、僕らはそのサポート。打てなかったらもう10個食わないといけない。そうそうそう。え、ってことはマックス1人おにぎり10個食うんだよ。そうそうそう。物理的に可能なんですか。食べないと帰れません。終われません。あ、なるほど、ね、終われませんよ、終われませんよ。ジャイキリメンバーどうですか。一番やっぱ打てないのは誰ですか。まあ飛距離は、まあ、ぶっちゃけ体見て分かる通り飛距離は僕なんですか。ああ、じゃあ決まりですね。でも食べるのは、そしたらどっちとも食べるんですよ。どっちがいい。どっちとも食べる。でも、あ、食べるとフォーク大事なんで。ああ、でもやっぱり看護師は喋れないんですよ。そうすいません。そうっすね、うちの一応食べる専門っていうキャッチフレーズもあるんで、はい、食べる専門。はい、そうっす、食べる野球 YouTuber って感じで。ご飯食べる系 YouTuber ね。でもなんか食べるし、なんか打てるって意味じゃんで。あ、そうかそうかそうか、そうか。食べるけど打てない、守れないっていうなんか称号ではあるらしいんですよ。初コラボでめっちゃ言われてる。守れないが入ってるんだ。いやいや、もう何回待ってるじゃないですか。あ、そうですね。そう、ちょっと良平とカイト君で打つ、はい、もうバッティング対決。打てなかった数かけるおにぎり1個、はい、もう2人が、はい、あのエンディングの後に、はい、あと食べ終わるまでずっと回しますカメ。食べちゃっていいです。10、まあ、10個なら10個。10個足りないかもしれないですけど。だから2人が柵越え打たないと仲間が大変なんです。なるほど。これどっちかっすよね。でもそれだから仲間が大変、仲間のために頑張るのか、ちょっと日頃の冷たい恨みをちょっとそういう感じかもしれない。そう、今日よろしくお願いします。お願いします。それではいきましょう。ゴン。はい、じゃあとりあえず先攻後攻のじゃんけん。先攻後攻のじゃんけん、うん、僕どっちもいいっすけど。そりゃそうだよね。だってユーポンからあんなでけえの打ってんだよ。まあ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 、じゃあ一応じゃんけんしよう。そうですね、最初はグッジャケっぽい。はい、行こうでしょ。持ってね。いや、やっぱりコラボなんで、初コラボなんで、先行で。先行で、おー、いいっすね、いいっすね。先に打ってプレッシャー与えるっていう感じ。あー、そういうことです、そういうことです。わ、いいっすね。じゃあ僕はヤジしときます。いや、そうっすね。ヤジせん。いいですか。はい。いきます。じゃあちょっと、1本目から入れちゃいます。いやー、草野球界の信号なんで。これが、あーって言うから。うわっ、うまっ。ワンバンはホームランですか。はい、ダメです、ダメです。まあでも、ちょっと感覚つかんだ。つかんだ、今まで。って言ってる間に、もうおにぎり。はい、でもね、多分まだ嬉しいと思う。あ、まだ深呼吸して腹すかすとこない。一応まだ嬉しい。谷川くんらへんがいいね。あ、そうですね。え、あ、いった。あ、いった。これいったわ。いったけど、価格入ってるか。お、入った。はい、さすがすぎる。まあ、ユッポから打ってる。さすが、さすが。自慢なんで。一本、ちょっとファウルっぽかったけど。スタート、3本目。はい、よ。あそこまずい。あ、入ったか。入った。まあ、いったか。カメラ、ごめんなさい。
入ってるから。画角画角。これ画角ぐらいだったらなし。面白いです。これもいったろ。飛んじゃん、これ。いったな。待って待って、俺すごいな。ちょっと待って。ここまで飛ばした。ちょっと待って。そんなつもりなかったよ。やばいよ、やばいよ。さっきの練習打ってないよ、全然。すごいよ。あらあらあら、これ。いや、なんかよ。本番に強いね、やっぱ。さすが。持ってんね。草野球界の振動。1個しか食えないの、おにぎり。そうなってきちゃうよね。朝ごはん抜いてきたのに引っ張りすぎたやっぱね。やっぱ男はやっぱ引っ張らないず引っ張らずにまっすぐ打ってね。引っ張りました。わざわざちょっとね、狭いところで打つよりちょっと広めのとこ軽く超える方がかっこいいと思う。あ、そうですよね。振動って言うと思うよ。ゼロからですかね。なんでお前自分で追い込んで、おかしいだろ。はい、行こう。いや、ごめん。さあ、おいけ。これもいったんじゃないの。いったな。お、うわー、待って待って、ちょっと待ってよ。やばいやばい、大丈夫。レンちゃん、レンちゃん、鬼レンちゃん、鬼レンちゃん食べれないじゃん。ちょっと待って、ちょっと言った方がいいんじゃない。おにぎり食べたいよ。いや、バックスクリーンの方がいいんじゃない。違う、あの、打つ前に飲みた方がいいっすねって言ったから、これでやったら打てちゃった。あら、ちょっと一つ、ごめん、はい、いい予定です、はい、ホームラン打つじゃないですか、はい、打った数、打った人を食うんで。逆に、あ、そうですよ、おにぎりアマチュア、アマチュアが食う。これ、あの、裏ルールだったら忘れてえ、何ですか。打った数、食べる。ちょっと待って、打ってない数、食べる。じゃあ今、4個食べる、4個1個ですよ。で、こっからはあれですか、プライドか、あ、おにぎり食べたくないかって、ここから始まる。そうまあ、次6個、あ、じゃあ一応次6個目やってみます。打たなきゃ負けだから。打たなきゃ負けだし、打ったら食うし。そう地獄だな。初恋までやることじゃないよ、これ。あれ、待って、翔平でウィズから怪人になった。いやざわざわしてるよ。ダメよ、最高。あ、お、これも食べたいじゃん、これ。食べたがってるよ。食べたいじゃん、おにぎり。食べたいじゃん。食べたがってる。いや、てか思ったっす、マイクは近いんで。センター打つ。あ、おにぎり食べたくねえだけか、お前。弱いな、偉くないっすよ。じゃ逆にすっか、逆にしよう。センター方向にして、超えたら、あ、こっから超えなかったら食べる。ちょっと待って、なんかやらよくないけど、この方がやる気あるでしょ。あ、そうですね。ちなみにも急遽、逆ね。ちなみにもおにぎり僕何本？5個。で、次7本目どう？で、超えたら食べない。で、僕意地でも超えても、あの、僕より食べるの少ないです。そう、ちょっと。わ、いった、いった、いった、絶対いったよ、これ。マジで？あ、おにぎり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 、ややこしいな。ヤクルトになって。あ、これダメだ。あ、やったわ。食わせろよ。あ、食うの。食うか、俺が。なんかちょっと分からない、さっきの情緒が。食うの、ほら、俺が。そう、ここ見たら、ここ目、ここ何個か2個、ここ2個だ。大丈夫。あー、無理かー。お、村上が入ってるよ、風が。ちょっと逆風が多い。おいおい、なんかしれっと終わってるけどさ、ラストだからね、俺次。しれっとしてるけどさ、ラストで決めるのが振動。カイトがまた1個増えちゃうかもしれない。7人。ダメ、7個。いきます、ラスト。えよ、8個。まあでも自分との戦いには負けても、この勝負には勝つ。おい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 。お遊びじゃないんだぞ。皆さん、お疲れ様でした。どうでしたでしょうか、僕のホームラン。野球うまかったと思いませんか。これはバラエティとしては失格なんですが、僕はこのショベTVで、僕は野球がうまい金髪がいるって思わせたかったんで、これは成功です。良平君の番を待ちたいと思います。ファイト。もっと食べたかったな。ゴールだった。じゃあインフィールド内のやつは良平君、うん、ああ、なるほど。ファイルになったら、うん、そうで、普通に外野ボーンっていった範囲だったらヒルトが行く。ああ、なるほど。よっ、おおおお、あー、やばいよ。やばいよ。
っすよ、やばいっすよ、やばい、やばい、マジでマジでやばい、おい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 、おにぎり1個食いたいな、おい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 、おにぎり1個食いたいな、最近打ってるのどこへ行った。やばい、待って全然感覚がつかめない、やばいよ、おにぎりあるから、マジで感覚つかめない、全然、まあ、お、たくわ、お、うそ、あーおにぎり1個嬉しい、面白すぎるな。いいバッティングだ。これはファウルの場合はなし。俺でも超えてはいるじゃん。超えてはいるからじゃあ、まあ、2個目か。まあ2個、まあ7球目。タックル。あ、はい、あ、気が取れた。決まった。ああ、取れた。これかえりか。おお。やばいやばい。やばいやばいやばい。インコース全然打てない。もうちょっと真ん中、もうちょっと真ん中、俺5個目、じゃあ3個ですよね、3、まあ、もう1個食いたいな、もう1個食べたいんだ、もう1個、9球目、まあ、ファールだけは1個ですよね、言った、それは言った、あ、そうです。ゆうさきさん超えたら10個。やっちゃいましょう。ラストだ。やった。やあ。でもおにぎりは5号か。仲良しかよ。5号かおにぎり。はい、というわけでお疲れ様でした。私は結果はどうなりましたか？5572。1? その1はどこからあのまずおにぎりの結果から始まるホームランのホイップじゃなくてホームラン数でしょ、ホームラン数聞きやがったホームラン数結果どうかなと思ったのがおにぎり食べる数になってみんなそうやっていやホームランの数は両辺ゼロ僕7、途中ね裏ルールっていうのがありましてホームランをたくさん量産してる、はい、ハイド君、あ、本当は食べたいんだなと思ってホームラン打てなかったら、はい、ユーザー君が食べるって言ったけど、はい、逆にホームラン打ったらもう帰ってこい食べようぜみたいな、おにぎり買ってあるからさって言ったらなんかどんどん打ち出すからやっぱ食べたかったの違う違う違う、そういうことねと思って7個も食べちゃう、すごいなんか食べたがりだったんだと思って、はい、ちょっと期待してまあこの後食べますね、食べてみよう、ね、いっぱい食べてください、食べてください、はい、でまあ湯崎くんちょっと残念でしたね、はい、2個だと4口で終わっちゃう、本当に早いね、大学もごめんね1個しか3箇所で3箇所3箇所3箇所ちょっとあの海斗くんが食べる姿を見て、ね、応援しますさい。で、まあ、うちらは、君らなんか、あと半々でなんか平等にペアで行こうぜみたいななんか打ち合わせしたみたいで、いや、ほんまじゃんけんでどっちか5個あげちゃいます、どうするちょっと待って、とんでもないこと言ってあ、いいよそれでじゃんけんで、どうする、はい、勝った方が5個食べる方でいいんじゃないですか、そうじゃん、まあそんな感じで、じゃあ IQ さん の YouTube の方は動画の概要欄に行きますんでチェックよろしくお願いします、お願いします、お願いします、というわけで食いましょう、はい、はい、あのもう食べてる時間がもうエンディングって感じでいくんで、ね、これでいきましょう、はい、行きましょう、行きましょう、というわけで、というわけで今からおにぎりを食べていきたいと思います、で、ヒロチョスチョイスなんですけど、まあ、赤飯があるっていうね、赤飯はもうまあ、なんかめでたいことでもあったんですか、なんかねあ、そうか、自分にねじゃあ今から食べていきたいと思います、今12時10分なんでちょっと早めに巻かないと、はい、撮影できないよ、先で食べますか、2個なんだよな、どうぞ、じゃあ2個を2個なんだよな、好きなもの食べて、少ない人がほら谷川くん一番に選べない、どうぞいいっすか、一番食いたいやつよ、じゃあこれで赤飯いこれでマジで美味しい、焼肉、ああ、うまい、焼き肉美味しい、うまい、いや僕は鮭とだろう一番デブなやつだもんね、でも一口終わっちゃうなこれでもとりあえず俺はもう絶対に選んでいいから、あ、いただきます、いただきます、いただきま す、いただきます、いやごめんねヒロトやばいお前、まあ、やっぱ野球部は食べなきゃじゃん、食べる体力必要ですからね、そういうとこ生えてる姿を見せなきゃじゃん、体力必要だからな、まあホームラン打てないやつが来るんだけどね本当は俺も一本持ってないけど
権力でどうにかした。マジな。おかしいな。じゃあほら、やっぱヒロト成長期だからさ。終わってるわ。いや、だいぶ成長期。中三高一ぐらいで終わってる。身長そんなもんですよ。え、もう十分？こうやって左右で。アム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 。ジブリ。アム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 。これね、カイト君の目がうつろになってね。待て待て。全然もうお腹いっぱいだから。早く来ないと、早く来ないと。あ、ほんね。見て後ろの涼しい顔。ありねえ。ありねえ。ごめん。踏み込んだ。赤飯行けて。両手で、両手でいけ、両手で。2個目です。どうぞ行ってくれよ、お前。行こう。はい、行こう。おー、いいね、いいね、いいね。はい、行こう。あと何個 ?6 個 ?8 個。ホームラン男。聞こえて、聞こえて。めちゃくちゃ下品。あー、しろよ。無視しろよ、これ。まあ、なんだよ。練習、練習。なんか中学校のクラブチームって思い出すわ。絶対お前ら、林に投げるの。バカ俺ら埋めるか掘って埋めるかこれ使えないよ使えないよで、早送りだから早送りか勝ちたいからなボロ負けだって俺今食べたいのうどんかなやばいやダメダメうどんはやばいよマジで危ない危ない本当にやばいようどん危ないかとんでもない量出てくるからねバモリね頼んであげるいやとか言ったらやばいどういうもんだろううどんはいやなんかバカだったさあの車って町所あるじゃないですか町所もう町所で行こうぜとか言ってた僕らがバカだったっていうのすごい興奮したいやいやめっちゃ行ってみ多分帰ってきてまだちょっと俺らライス2杯食って早くほら早く4個目ですペースペースペースマジで俺負けてる負けてるいいよただなこんだけ頑張って食ってるのもう早送りおいおいこの時1個も入ってないですよこいつ一番偉いかもしれない、こいつが横目で見てたんだけど、マジ食ってるすごいマジ早いもうディオさんに鍛えられてるからマジ早いうめ、うめ、うめうん、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょショーエイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。